はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線の平行移動丸2をお送りします。で、前回から平行移動始まってまた問題演習なんですが、今回も3問ありますので、まず1回動画止めていただいてこの問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の楕円からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は焦点を求めるだけで、まあシンプルな出題なんですが、まあ楕円、放物線、双曲線があるんですけど、焦点が分かるためには AB が基本的に分からないといけないと。放物線だったら P なんですけど、だから楕円だったら標準形が A2 乗分の X2 乗プラス B2 乗分の Y2 乗イコール1なんだよね。で、ここの数字とここの数字さえ分かれば焦点は分かります。だからその形まで持っていきたいと。じゃあ単純になんかで割ればいいじゃんって持っていきたいんですけど、右を1にするのがちょっと難しいんですよね、この状態だと。だからどうするか、これはまあ平方完成を昔やりましたが、無理やり2乗を作っていきます。全部3も同じなんですけど、まず 24x 左辺に持ってきます。そうすると 4x2 乗マイナス 24x プラス9y2 乗で、忘れずにイコール0です。で、ここですね、この部分で作っていきます。で、もちろん頭の中でできる方はパッつって暗算やってもらって構わないんですが、ちょっとまあ不慣れな方、慣れてない方なんかは、まずここ x2 乗にくっついている係数でくくり出してください。だから4で出す x2 乗マイナス 6x になります。で、この y に関しては無視です。まだ x だけでまあ話をしていきます、こうやってね。で、この括弧の中の x2 乗マイナス 6x から無理やり2乗を作ります。ほにゃららの2乗で、ちょっとこっちに出しますね、後で消しちゃいますけど、まあ平方完成と同じ考え方です。あるものの2乗をした場合、これを作るにはどうするか。それは x、 ここの数字、まあ係数ね、マイナス6の半分の数字、つまりマイナス3を中に入れればいいんです。そうすればこれを展開すれば x2 乗マイナス 6x って出てきますよね。ただし展開するとプラス9も出てくるんで、プラス9余計なんですよ、もともとなかったからね。つまり9が余計に出てくるから引く9をしなきゃなと考えてください。つまりこの部分っていうのはこういう風に形を変えることができます。だからちゃんと書くと、4、まあ、括弧中で使うんで中括弧使います。x-3 の2乗マイナス9ですね。で、後ろの y はちょっと待っててください。つうことで放置。こうですね。で、これをもう一回配り直します。そうすると、4括弧 x-3 の2乗マイナス-36 プラス 9y2 乗イコール0です。下までいけるかな。で、マイナス36右辺に持ってくると、さっきちょっとこうやっていい？こうすると36ですよね。で、結果的に楕円は右を1にしたい、右辺を。だから36で割れば1になりますよね。で、36で割ればここが36分の4になるから、約分して9分のx-3 の2乗になります。で、ここも36割れば36分の9なんで、4分の y2 乗、そして右辺が1となって欲しかった形が出来上がります、これで。だからここまで持ってくるために無理やり2乗を作る、まあ平方完成の考え方だね。こういう風に変化をさせてってください。途中でも言いましたけど、慣れてる方はこんなに丁寧にやらなくていいからね。時間がかかっちゃうので、頭の中でできるところはやってください。もちろんやって、これ書いても構わないですし。で、こっからどうするか。今欲しいのは焦点です。で、焦点は、まず、これ、普通に、ここが x2 乗だと思って。今だからこれが、ここが9でここが4の形。ちょっと左上が違うんだけど、本当は。もともとが9と4なんで、それで考えます。で、そうすると、楕円っていうのは、大きい方から小さい方を引いてルートです。つまり、9-4で5。それにルートをつける。
で、今 A の方が大きいからこの楕円は横長。つまり焦点は X 軸に乗ってるので、焦点は X 前後に数字がつく方ね。まあ、マイナスルート5の0。そして、ルート5の0と。この2つです。もともとは、この形なら。でも、今、ここがこうなってる。これは前回勉強しましたけど、これどう、何を表してるか。それは、x-3 になってるってことは、x 軸方向に3平行移動してるんです。3平行移動してたら、マイナス3、第2数でしょ？その分。だから y は変わんないんだけど、つまり x 軸方向に3移動しなきゃいけないんで、両方とも移動する。つまり3マイナスルート5の0。そして、ちょっとこっち行きたいんで、変な書き方でごめんね。縦にするよ。3ルート5の0と。この2つが答えになります。焦点ね。で、今回は、問題にはしてないんですけど、まあ、外形を書けって、セットでね、焦点求めて外形書けみたいな、もし言われたら、まあ、ざっくりですけど、軸、まあ、書いてもらって、で、外形に関しては、このね、もともとがその、こっちの形、平行移動する前、そっちもちゃんと書けよっていう、先生もいるらしくって、もともとこれの形を考えたら、3と2なんですよ。つまり、A が3。3と2。ここを通る、ちょっと横長の、こういう台になります。では、これを点線、点線の方がよかったね。これ点線にしよう。元のは点線で書けっていう人が多いよね。点線で書いて、ここが一応3と2ね。で、それを右、X 軸方向に3移動してるから、中心がここに来るんだよね、3で。で、ここも通るから、こういう感じ。ちょっと曲がっちゃったけど。で、ここが6か。ここね。まあ、こんな感じで、もしね、外形書く場合は書いてください。必要な情報はいっぱい書いた方がいいんですけど、その指定は多分先生がされると思うんで、まあ、一応こんな感じで書くんだと。で、元の図は書かなくていいよって言われた場合は書かなくても構わないんです。さあ、1番長くなったね。じゃあ、サクサク行きましょう。ちょっとここから行くね。2番。で、放物線です。で、これも変わらないです。やることは。今、y2 乗があるので、放物線って、y2 乗イコール 4px、もしくは x2 乗イコール 4py なんですよ。で、今 y2 乗使ってるから、まあ、この y2 乗がね、左に来るわけですけど、マイナス 2y もあるので、こいつを、セットで考えていきます。で、残りのものはひとまず右に移しましょう。8x-9 と。で、ここ平方完成していきます。で、マイナス 2y なんで、半分のマイナス1を入れて2乗を作る。でも、展開した時にプラス1が余計に出てくるから、マイナス1をします。余計に出てくるからね。で、このマイナス1、右辺に持っていくと、一応書くか。マイナス 8x-8 となる。1を向こう持ってってくっつけるとね。で、この部分、マイナス8でくくり出します。で、こうなる。で、これ、ちょっとわかりにくいですけど、ここが y2 乗だと思ってください、もともと。で、マイナス8、これが x だと思って。そうすると、4px の考え方でいけば、p イコール、こうなってるからね。p イコールマイナス2ってことがわかります。つまり、焦点は、p がマイナス2なんで、この放物線、まあ、こっち、逆か、マイナスだとこっちね、左のカーブ。だから、x 軸にまたね、数字が乗るから、マイナス2の0なんです。y2 乗イコールマイナス 8x だったら、元々の形だったらね。ただ、それが、x 軸方向に1、y 軸方向に1移動してるから、11移動して、マイナス1の1。ここが焦点になります。いいかな？あ、なんか、間違った！ごめん！こう！だから、X 軸方向にマイナス1で、Y 軸方向に1だ。だから、ごめんね、さっき解いたのちげえなと思って。こう！失礼。これが答えになります。
ごめんね、間違えちゃった。ただやることは一緒です。平方完成して元の形を考えて元の焦点を出す。そしていくつ X 軸、これだったら X 軸方向にマイナス1、 Y 軸方向に1移動してるんで、それを移すといった感じで焦点出してください。よし、最後はミスらずいくぞ、頑張れ。で、双曲線ですね。まあ、これはめんどくさいんですけど、X も Y もあるので、こいつセットでまず平方完成。で、こいつセットで平方完成します。で、ちょっとね、幅的にきつくなりそうなので、ここ行きます。9と10、マイナス18ね。そうすると、ここで書こうか。X2 乗マイナス 2X です。9で出すと。で、ここ、マイナス4で出します。マイナス4。y2 乗マイナス 4y。で、まぁ、43、右辺に持ってっちゃいましょう。こうね。さあ、いきます。ここですね。無理やり平方完成すると、ちょっと中括弧使わずにいきますよ。ちょっと口で言うんで、頑張ってついてきてね。まず、作るので、こうなります。これの半分だから。で、ここだけ考えると、プラス1が出てくるんで、余計に出してるから、引く1をするよね。さっきと同じです。1が余計に出てくるから引く1をします。で、その引く1にも前に出したものをかけなきゃいけないから、引く1に9をかけてマイナス9になるの。もし分かりにくかったら中括弧使ってください。そうなるからね。で、こっちです。マイナス4、これはマイナス4の半分だからこうなります。で、ここだけ考えた時にプラス4が出てくるからマイナス4をしなきゃいけない。余計にね、マイナス4をするんですけど、それにマイナス4をかけるから、プラス16になります。ちょっと暗算気味にやるとこうやっていける。で、まとめます。で、まずこっちを書いてしまって、ここ足すとプラス7持っていくと36か。こうだね。で、36で割れば、まあ、9と4だからね、さっきの1番と同じような形になるので、4分の x マイナス1の2乗マイナス9分の y マイナス2の2乗イコール1だね。で、双曲線で右辺が1になっているので、まあ、左右タイプです。で、双曲線はここの数字を足してルートを使う、ルート13。で、左右タイプだから x 座標に数字がくっつくので、マイナスルート13の0、ちっちゃくてごめんね。で、ルート13の0と右入った、こうなるので、こいつを X 軸方向に1、 Y 軸方向に2移動するから、入ってんかな、1マイナスルート13の2でしょ、入ってる、また右下がってんな俺、1プラスルート13の2となって、これで終了となります。ちょっと丸2番ね、あたふたしちゃいましたけど、ひとまずやることは無理やり平方完成して、こう作る。で、最後、楕円だったら、楕円と双曲線だったら右が1になるように割ってくれれば形ができると。で、放物線に関しては y2 乗 4px、もしくは x2 乗 4py、ここを意識して平方完成して、で、元の形の焦点を出してから平行移動する形で焦点求めてみてください。では今回は高校数学数3の二次曲線の平行移動2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、もう一個だけ、もう一つの動画だけ、問題演習やりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。